JR 西日本などによりますと、今日正午過ぎ、JR 神戸線桜宿川駅から芦屋駅の間の川に架かる線路付近から煙が出ているのを車掌が確認しました。およそ1時間半後に煙は収まりましたが、レールの下に敷かれた枕木が焦げていたということです。この影響で3時間にわたり甲子園口駅から西明石駅間で上下線ともに運転を見合わせました。だいたい 2,3 メートルぐらいの煙が上がってたと思うんです。ほとんどこの 川の土手の間のところに溜まってる感じでしたかな。警察と消防は煙が出た原因について調べています。